ナイアドはイギリス海軍の軽巡二洋艦。大同級。艦名はギリシャ神話のラーヤスにちなんで名付けられた。1937年8月26日に放送オンデスリーカンパニーで寄港した。1939年2月3日に浸水し、1940年7月24日に浸航した。収益後、直ちに本国艦隊に編入された。 1940年11月、HX84 戦団を襲撃した、ドイツのポケット戦艦アドミラル、シェイヤの捜索のため、巡洋戦艦、フット、レナウン、レパルスなどとともに、ビスケーワンに展開。11月16日、ヤンマイエン島沖で、ドイツの気象観測船を撃沈する。1941年1月、WS5 バイト戦団の護衛に従事した。 同月、ベルリン作戦で出撃したドイツの巡洋戦艦グナイゼナウとシャルンホールストを阻止するためイギリス海軍の本国艦隊は出撃。この際にアイスランド南方で短時間だがナイアドはドイツの巡洋戦艦を発見している。5月の MD4 作戦では地中海艦隊への増援としてアレクサンドリアへ向かった。同月後半からクレタ島の戦いに参加する。 6月、シリアレバノンで、フランス軍との戦闘が始まり、ナイアードもシリアレバノン沖に展開した。6月23日、米ルートを封鎖していた、ナイアードを含むイギリス艦隊は、突破を試みた、フランスの駆逐艦ゲパールと交戦した。12月、敵海上補給の妨害及びデルナ砲撃のための出撃に参加、12月17日第一次シルテワン海戦に、 参加した。1942年1月、マルタへの補給作戦 MF2、MF3 及び MF4、2月同様の作戦 MF5 に参加。3月9日、イタリアの巡洋艦が来撃で損傷したとの情報に基づき、ナイアドを機関とするイギリス艦隊がアレクサンドリアを出撃した。だがその情報は誤りであり、帰還途中の三月十一日にナイアドは、 ドイツの潜水艦 U-565 に来撃され沈没した。ナイアドの乗員82人が戦死した。ありがとうございます。